おはようございます。だちゃんです。すっぴんです。今日は、質問コーナーね、ちょっとしばらく無理で待ってる方いらっしゃるんで、少しずつですが、ちょっとやっていきたいと思います。今、3月の13日の朝4時55分です。もうすぐ5時なので、もう寝なきゃいけないんですけどね。ちょっと、早口になりますが、お許しください。今日、この前ちゃんよこさんまでやったんだよね。で、次あゆかなさんの、質問です。枝さんのお肌、とても綺麗ですね。パックやおすすめ化粧品ありましたら教えてください。基本、私は洗顔を、した後、夜、何もつけないんですよ。今日もすっぴんですけれども、何もつけないんです。で、朝化粧塗り、乾燥もしてるんでね、電気毛布で寝てるので、朝だけスーパーで買ったこの安い化粧水と美容液、700円ぐらいか、これだけですね、基礎化粧品。あとは、ないです。あんまりね、化粧品興味なくって、ほんと100均でいいかなっていうぐらいで、申し訳ないですけど、化粧品って、ほとんど何もつけないですね。放置が、一番かなとは、思っています。ただ、シミを、防ぐという意味もあって、昔からですけどね、ビタミン C、サプリメントだけ、今はこれずっと DHC のビタミン C、こちらだけ、一応タバコも吸うし、この粘膜の部分、こういう肌とかも肌にねいいっていうんで、このビタミン C これだけ飲んでます。あとは自分の油でなんとかしています。以上でよろしいでしょうか。ではね、次いきます。なんて読むんだ、シャンティフ福さん。枝さんいつも、楽しく見させていただいています。質問ですが、体型維持できているように思えるのですが、食生活で気をつけていることは何かありますか。またダイエットなどしたことありますか。ダイエットあります。ダイエットは去年、6ヶ月ぐらい肉抜きダイエットして、一応4キロ痩せたんですが、もうやめてお肉をガンガン食べ始めたら、6キロ太りました。パンパンです。私の、ツイキャスとか、カラオケの動画とか見ていただければ分かると思いますけど、三段腹で、肥満体型ではないですけどね、太ってますよ。体重はね、めっちゃあります。いつか機会がありましたね、体重公表してみようかな。ダイエットはね、だから肉抜きとかありますよ。こういうなんか乗ってこうクラクラ動く、そういうな、変な道具とか骨盤矯正とか、これがいいって言えば、サプリあんまりお金かけてはやらないけれども、腹筋やったりとか、本当にここぞ脱がなきゃいけないっていうシチュエーションだったらめっちゃダイエットを始めると思いますけども、ね、そういう機会がないので、この年になると人前で脱ぐことがないので、なんつう質問だ。ダイエットしなくなりましたね。でもまたほら、 YouTube で皆さんの前に出る、でもさ、私の体型が痩せてるから細いからって、皆さんね、チャンネル登録増えるだ減るだってそれはないと思うんで、とりあえず肥満体型にはならないように、気をつけています。こんな感じで、次いっちゃいますね。お待たせしました。花田さん、初コメです。質問、何県済みですか。血液型は何ですか。尊敬する YouTuber はいますか。好きな YouTuber いますか。以上です。答えられるのだけで OK です。1番、何県済みですか。これはよくね、ツイキャスとか
YouTube でも言ってるけど、埼玉県です。埼玉県の、南部、あのコストコの新三郷によくね、あの出現するので、埼玉県の南部の方に住んでいます。血液型はこう見えて A 型です。 A 型、うん、あのね、変なところで、まあ部屋の中汚いですけど、変なとこでちょっと神経質なとこはありますね。うん。で、尊敬する YouTuber はいますか？尊敬っていうのは、尊敬っていうのはいないかな。うん。もう、うん、すいません。尊敬する人はいないですね。好きな YouTuber いますか？好きな YouTuber さんは、とりあえず、私が、すごい面白いなとか、こんなんやっていきたいなって思うのはね、一応いつも言ってますけど、プロタンさん、筋肉動画のプロタン日記、プロタンさんと、あと歌舞伎、が好きですね。あと、まあなんかの縁でね、たまにコメントをすっ返してくれる文人さんテレビとか出てる文人 TV の文人さん、文人さんの方のクリエイターの登録もしてるんでね、一応文人さん、あとは誰だろう、もう大きくて見る、あとデカキンさんですかね。その前はずっとデカキンさんハマってましたね。あの人はコメディアンなんで、面白いですよね。やっぱり基本ジェネシス1の人が好きかもしれない。ちょっと私のやっぱり路線的に、ウームじゃなくてジェネシスとかね、そっち系ですね。うん、ちょっとやっぱり一歩間違えると危ない系の、動画の人が好きです。うん、変態系の人かなあの追加がありましたね。追加、身長何センチぐらいですか？身長は、最高161センチありました。でも今縮んで、でもね、一回職場で測ったらね、一応160センチありましたよ。うん、まあ50歳で160センチ、まあちょうどいいぐらいですかね。うん、そんなところで、あゆかなさんね、もう一個入ってる。じゃあゆかなさんまで、枝さん、もう一回ね、枝ちゃんさん、こんにちは。早速質問させていただきます。高校生の娘のお弁当を作るに毎日何かを入れようと悩んでいます。柔道部なのでよく食べます。娘さん柔道部。枝さん、おすすめ、お肉使ったおかずありましたら教えてください。先日枝さんの肉巻き、夕食で真似してみました。子供も喜び、とっても美味しかったです。よろしくお願いします。おすすめのお肉、私まあお肉大好きなのでよくやりますけれども、私持ってるノンフライヤー、フィリップスのノンフライヤーっていうのを持ってるんですけど、それで作る、鶏もも肉の油淋鶏、油料理は全部ノンフライヤーでやってます。ノンフライヤーでやる、油淋鶏は、絶品ですよ。小麦粉と片栗ちょっとつけて、熱で焼くだけです。できた感はみんな知ってるかな、ジャパニーズフェーマスレストランの何、バーミヤンの油淋鶏にそっくりです。ノンフライヤーない方は鶏肉、ありますよね。でその後ネギソース、お弁当にも持っていけると思う。要するに南蛮漬けみたいな感じになっちゃうけど、鶏肉を、衣、片栗とか小麦粉つけてありますよね。でその後にネギと生姜とニンニクをみじん切りにして、お醤油とみりんとちょっとお酒、お砂糖とお酢か入れて、あとごま油か、あと鷹の爪うん、ちょい入れて南蛮漬けのタレみたいな感じかな。それをガーって熱いうちにかけるととっても絶品です。機会があったらノンフライヤーでやる油淋鶏ね、料理動画も上げていきたいと思います。時間的にちょっとアップロード時間かかるので、以上ね、こちら、
まあ、4人、まあ、実質3人の、今日質問に答えていきました。またこの、吉高由里子のね、前の質問コーナーっていうのがありますから、そちらの方に質問は入れてください。そちらの方で随時ね、ちょっとずつですけど答えていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。バイナル早口ですいません。